じゃあこんにちは、はい、さあ豊さん、はい、坂本おじさん、なあ豊さんショック受けてるんじゃないかってみんなあれですよ、心配してます。まあでもこの状態で置いといてもっていうのがある。まあそれと泣きそうだけどね。そうですね。もうゴボールルいやいや、俺は今年36歳、はい、18歳から入って、はい、まあ実質2年目ぐらいからずっとレギュラーでね、はい、ショートで出続けて、うん、まあ体も相当傷んでるよ。そうですよね。それと何よりも心がやっぱもういっぱいになってると思う。あのね、やっぱ心も疲れるんだよ。毎年リフレッシュってね、オフ期間を過ごして、まあキャンプからオープン戦へ向かうけど、まあ同じような工程がまあ18年まあ続いてるよね。まあその中でやっぱ一戦でやってきた、で成績もそれなりにね上げてきた、でタイトルも取ってきた。やっぱね疲れるよ、心がちょっと離れたいって思う時あるよ、野球から。ああ、うん、で俺はすごく思う、山下さんが10年間負けなかったって柔道の、はい、でね中野浩一さんも10年で競輪で負けなかったって、はいはい、でいろんな人が長く続けたけど、やっぱ一番最後に疲れるのは心だっつってたよ。体じゃないんですか。いや、やっぱね一線をずっと張ってきた人のやっぱそれがね悩みだって。やっぱやらなきゃいけないとか支えなきゃいけないって。で俺が柔道界を、俺が競輪界をとかさ、ずっとそういうことで負けてこなかった、うん、でもねふと我に返った時にやっぱ心が疲れてるって。これが例えば坂本選手の例えばモチベーション、うん、何に目標を置くかのモチベーションだったりとか、うんうん、なんか心の糸が今プツッと切れちゃったような状況でもある。もうこれはね自分のためにはできないな、人のためにしかできない。ああそうですね。だから一番起点、一番いいのは結婚することだよ。ああそうだ、よしこいつをちょっと幸せにしてやろうみたいなか、うん、やっぱもうチームのためにっていう、うん、もう一心その願いしかない。自分のためっていうのを捨てた方がいいんですか。自分のためはもう働くのはもう目いっぱいだよと思う。でもね、はい、あとはね俺思うけど、今まで規制の中でずっとやってきたジャイアンツというチームという、うん、これ野球という概念でもう解放してあげたらいいな、気持ちを、うん、もう自由でいいよ、お前自由で楽しんでこいみたいな、自由でいいよって、お前に一切のサインは出さんと、もう楽しめと、お前が坂本勇人の野球を演じろと、もうそれだけでいいと思う。それをチームが許せばね。でもなかなかかそれが難しいんであれば、はい、誰かのためにやった方が力は出しやすいな。まあ、2007年の入団1年目の時以来17年ぶりの二軍落ちということで、その坂本選手がやっぱり二軍落ちっていうのを見たことがみんなないので、ほぼ、うん、うわそうだったかっていうのもありますし、まあ、怪我でね行ったりとかしてるから、はい、だからまあそういうこととリンクしてね考えると、うん、まあファームに行くっていうことが、うん、そんな珍しいことではないっていうふうに最近では思うかもわからない。ああそうか、まあ、その故障どこも故障以外じゃなくて、うんうん、やっぱリフレッシュっていうことを考えると、はい、やっぱそうかなって思うよね。ですね。でこの坂本選手6月26日までにここまで61試合に出場して打率が2割3分4厘でホームランも4本、18打点と非常に、まあ、低空飛行していたと。坂本だから低空飛行だけどさ、まあ本来はね、今なんか主力見てみろ、お前その辺で一生懸命頑張ってるやついるから。まあそうですよね。もっと頑張れって言いたいやつはたくさんいるけども、はい、いやだけどやっぱ心なんだよ。そうか、なんかねこう燃えるものがないというかさ。それ打席に立っててもそのバッティングとか振る姿を見ててもなんかそういうのって感じてましたか。いや一生懸命やろうとするよ彼は、うん、彼は一生懸命やするけどもやっぱり一つ心が入ってるか入ってないか、うん、いや入ってるつもりなんだけども実は普段と違うという、うん、まあそういう姿というかね、うんまあ、見せないようにはするけど彼はプロフェッショナルだから、はい、いやだけど何か燃えるものがなかったりだとかさ、うん、そういうことになってるんだと思う。あとは今まで打てた今まで飛ばせたのがだんだん年齢とともにできなくなってくるじゃないですか、うんうん、そこの自分とのギャップ。ああそれもあるよ。ありますか。豊さんも、まあ、例えばねショートで守ってて、うん、あこれ取れた、うん、サードだったら打球がちょっと速くなるから、うんあれ取れなかったとか、はい、そういうのでなんか自分を責めたりだとか、はい、それをしだすともう野球ができなくなるな。豊さんもある時期にそういう経験ってやっぱ来るんですか。いや来る来る。来ましたか。あ取れると思ったやつが、うん、よしと思ったのが抜けていくとかさ、
よしと思って振ったのが遅れるとかさ、だからそれはやっぱ感じるよ。あと動体視力って、まあ、もちろん反射とかね、まあ、そういうのがこう衰えていってるっていうのはすごく感じるよ。で足を動かしてるつもりでもなんか遅いなとかさ、自分で感じるよ。そうなる。いやだからそことの戦いもしてるし、はい、まあ、何よりも心、それがダメージとして心に来てんじゃないかなっていうことは思うよね。ですよね。でも長くやれる人っていうのは、ある種ずうずうしい、うん、まあそうですよね。ずうずうしくなってもいい、彼は、うんうん、で阿部監督なんですけれども、もう一回自分の体だったり心を見直す、まあ、技術もそうだし、そういう時間に当ててくれと言ったと。別にネガティブなあれじゃないよというふうに念をしたということで、うん、ネガティブだよ。あ、まあ、そいや、それは深刻だよ、お前。何がね、ネガティブに決まってんじゃん。にぐにぐということは、ね、いや、そうだよ。いや、ネガティブだよ。でもまあ、監督としてはね、うん、そういう言葉は使わないと思うけども、はい、まあ、本人はやっぱネガティブだよね。そうです。いや、このままこう野球が大丈夫かとか、自分の野球は大丈夫だとか、はい、まあ、いろいろ考えるよ。それはネガティブになってなるにはもうこれは仕方ない、うん、でもならないようにどうやったらできるかっていうことを考えてほしいな。そうですね。まあ、まだまだ全然できるから。まだいけますか。当たり前だよ、お前。誰の坂本だと思ってんの。誰の坂本ですか。分かんない、みんなの坂本だからそこは俺のって言ってほしかった。いや、まあそうだな、まあ、いや、ただね、彼はチームにとって必要だよ、うん、いや本当に。それと今の状態で必要かというと、やっぱりね、なんていうの、やっぱこうチームを鼓舞したり引っ張っていくっていうのは、はい、まだ彼しかできないよ、今のジャイアンツで、うん、うん、だから心が元気であってほしい。成績はついてこなくてもまだいいよ、うん、ね、まだいいっていうか、いいよそれは、うん、ワンちゃん置いといて、うん、いやだけど彼がやっぱその成績とか別に元気であってほしいな。そこですね、まずね、うん、こう話し方とかでも、うん、こう、彼の独特な明るさっていうのがあって、うん、なんか人を幸せにする笑顔があって、うん、だからそういうことを取り戻してほしいなって思うな。そうですね。で、阿部監督もこの時期に落としたのはやっぱり9月10月に坂本選手がいないのでは困るということで、はい、今この時期がベストっていうことっていうのもおっしゃっていたので、まあそうだね、うん、まあ、早い時期に自分をね見つめ直して取り戻せたら、うん、まあ、それはそれで非常にいいことだし。そうですね。だからまあこれで終わるような選手じゃないよ。これで終わるような選手だったら、うん、ちょっともう YouTube 連れてって公開処刑してやる、うん、どういうことだと。どういうことだと。なんでなんだと。なんでなんだと。なんでお前3000万も。3000、そう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 、そうですよね、うん。でもまあそういうことを言われるのも嫌なのかもな。ああ、数字ね、うん、そう。それと打てば誰かの記録に力抜いたとか、まあそういうことも、彼はそのためにやってるわけでもないし、うん、それを意識したこともないと思うんだよ。うん、ただ2000本だとか、まあ、2500、3000っていうのは意識する数字かもわからないけども、うん、だけどその誰を抜いたとかそんなことは関係ないんだよね。もう、そういうことで喋るのも嫌なんだと思うよ。もう、うん、いやもうそういう人と比べないでくれと、うん、坂本勇人は俺なんだと、うん、ね、他に張本さんは張本さんなんだと、うん、長嶋さんは長嶋さんなんだと、うん、っていうことなんだと思うよ。もうそういうことでも疲れちゃうんだよ多分ね。じゃあこのね、できれば10日でまた上がってきてほしい。この10日間の間に裕太さんは坂本選手どういうことをしたら、もう別に練習とかそういうことではなくて心の、いや技術はもうしっかり持ってるし、うん、ね、自分の体のキレを出すやり方も分かってるし、うん、ただ気持ちが前に向くか向かないかだけだよ。そこなんですね、うん、いやだからそれだけでいいと思う、うん、だからもう練習とかも5日間ぐらい、うん、どっかねこそっと旅行でも行ってくれゃいいんだよ、うん、誰かと、また見つかんないいいよ見つかったって。だからそれはマイナスのあれじゃないから、心が豊かになったりだとか、うん、リフレッシュするために生かしてやればいいって、うん、それも球団が容認すればいい、もう行ってこいって、うん、海外でもいいよ行ってこいって、もうちょっと一回忘れろみたいな、野球から離れてですね、で5日間で仕上げるみたいな、うん、そしたら行った先でも、ああ坂本のことだったら、隼人のことだったらちょっとランニングしてくるわとか、ね、忘れらんないんだよ。そういうもんなんですね。そういうもんだからカメラとかもうそんなんね、もうねほっときゃいいんだよ、うんうん、いいよ何やったって俺がもう全部かばってそれがどのぐらいのあれになるのか分かんない。まあそうだけどな、まあもう YouTube でいい言ってやるよ、もうかばって、いいじゃねえかっていいじゃねえか、何が悪いんだって
まあ、そうですね。ダメだよ、ダメかよ。いや、でもそれだけでもね、嬉しいって救われると思うでしょ。いや、でもそのぐらいやってもバチは当たらないって。そうですね。どれだけ貢献してきたんだよ、チームに。本当に9回に。そうですよね。いや本当だよ。しかも本当に今あの巨人なかなかその得点だったりとかこう突き抜けるっていうことが難しいチーム状況の中で、やっぱり岡本選手に負担かかりつつ、岡本選手もなかなか本来のっていう、そこにやっぱ坂本選手の力っていうのはもう絶対に必要になってくるので、そうプレッシャーかけんなよ。もうそうね、なんかね、7番の坂本選手っていうのはね、なんか寂しかったので。まあまあそれはそうなんだな、まあそれはそう、ありがとう。あ、俺がねえねえ、ねえ、まあ寂しかったな、うん、スポークスまでいいですよ。まあまあ、それはしょうがない。そうだから交流戦ではね、DH で出たりなんていうのもありましたけど、まあそうだね、リーグ戦で、まあまあ、でも心が、まあ彼も切り替えが早い方だし、でも言っても俺オールスター明けからでもいいと思うよ。10日じゃなくて7月終わりでもいい、いいと思うよ、うんうん、いや9月10月にいてくれないと困るって言うんだったら、うん、もうその間もう自由に調整しろと、うん、遊ぶんだったら遊んでも構わない、うんね、あの心が豊かになり、ね、心が楽になるように過ごせと、ね、一回リフレッシュして本当に野球がまたやりたくなるような状況を作れと。うん、だからその時間はオールスター明けまでに、ね、うん、それができると理想だと、うん、いうぐらいでいいと思うよ。一人の人間で勝てないから、やっぱみんなの力だから、はい、でその中のピースとして坂本は必要なピースだけども、うん、それは後でもいいじゃない、うん、そうですね、いない時はいない時で頑張れと、いうようなことだと思うよ俺は。そうですよね、うん、と思うけどな。いや、なんかね、また野球がやりたいと思って、なんかまた何かモチベーションが上がって、一つまた何か目標でもね、できて、これは想像だけども、うん、想像で喋ってるよ、はい、やりたくないとは思ってないからね坂本は。あ、もちろんそう。ただこのままではチームに、ま、迷惑をかけるだろうし、うん、ちょっとモチベーションが上がらないというのは確かかもわからないけども、うん、やりたくないとは誤解しないで。あ、そう、もちろん。いや、誤解しないでよ。そうですね。いや、俺の経験上、やりたくない時期もあるって。うん、まあ、それはもちろん誰でもやっぱあるでしょ。喋りたくない時あるでしょ。あります。あるよな。もう絶対あると思うんだよ、うん。だから仕事に真剣に向き合えば向き合うほど、うん、やっぱ悩みも返ってくるしな。うん、はい。だから、まあ、そういう状態で18年間、ね、彼は走り続けてるし、はい、だここで少し心のリセットっていうのをね、うん、やっぱりやらせてあげてほしいなって思う。そうですね、うん、ファンの方も待っててほしいと思う。そうですね、うん、帰ってきてまたね、あの屈託のない笑顔でホームベースこう回ってる姿が見たいですね。で、巨人ファンの方にちょっとお願いしたいのは、うん、はい、まあ、2軍に行ってる時に坂本がね、うんうんうん、彼は必ずテレビを見るから、うんうん、試合を追うから、うん、だからさ、坂本のことを忘れないで応援してくれっていう。いや、あの坂本コールをね、うん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 、ちょっと聞かせてあげたいなという。あー、そうかそうか、2軍の時も見てるからってことですか。いやいや、1軍の試合は必ず見てると思うんだよ、うんうん、いや、だからファンの方が早田を呼んでほしいなと思う。一軍にまた戻れるように、うん、あの多分一軍でもあの球場に見てると、多分坂本選手二軍に行ってても坂本選手のタオルを持って東京ドームに来たりビジターで応援してるファンの方ってすごい多いじゃないですか、いなくても。だからそれを、ね、坂本選手が見た時に、ね、またそれが増えた。いや、ファンの方に、うん、ファンのためにまたできるような状況を作ってほしいなと思うね。そうですよね。なんか坂本選手と一緒に暮らしてるんですか。いや、そうだな。そんな、もう親族ですよね。いやいや、うん、いやね、素晴らしい選手だし。そうですよね。あの功績を考えると、うん、やっぱ人にできないよ、ショートで。そうですね、あれだけの数字で、まあ、今年ね、あれだったけど、うん、サードにコンバートして、まあ、去年もサードに途中から行ったけども、うん、まあ、実質15、6年、はい、ショートでずっと守ってるわけでしょ、うん、そんな人いないから。そうですね、あとにも先にも多分で2000本そこのポジションだけで打った人なんていないから、うん、もうみんな分かってください。